はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1995年9月10日屋台村で行われた鶴見五郎高杉正彦対ブラックマミーザ・マミーの試合を振り返ってみたいと思います。屋台村といえばヨンドン、ヨンドンといえば無国籍屋台。1995年最先端を行くハイセンスなプロレスファンは新日対ユーインターを見に東京ドームに行くのではなく、鶴見五郎対マミーブラザーズを見に屋台村に行くのです。今日もリングサイドは物好きなプロレスファンで埋め尽くされました。エジプトのミイラ男ザ・マミーと暗闇のミイラ男ブラックマミーの合体はプロレス界を震撼させました。マミー軍団を壊滅すべく湘南ボーイの高杉正彦と鶴見の貴公子鶴見五郎が結託したのです。試合は見かけによらず、マミー軍団が折り目正しいプロレスを展開、湘南鶴見連合が劣勢を強いられます。試合途中、クリス正信がマミー軍団に加勢、リングサイドで一杯やってる姿が目撃されましたが、酒のつまみに一暴れしようとなったようです。なんとか劣勢を挽回した高杉と鶴見はコブラツイストの二重走、さらには対角線上からマミーブラザーズを鉢合わせにします。ようやく高杉鶴見ペースになったかに思われましたが、マミーブラザーズはやはり一筋縄ではいきません。リング上では不利と見るや場外に戦場を移します。そしてマミーブラザーズに魂を売ったろくでなしクリス正信も再び加勢します。場外で高杉とクリスがやり合う中、リング上では鶴見とザ・マミーがやり合います。鶴見はザ・マミーに白煙を投げつけバックドロップを決め、ザ・マミーを仕留めました。リング上では決着がついたものの、お座敷ではクリスとブラックマミーが高杉をめった打ちです。今日のところは決着がついたものの、マミーブラザーズにクリスが加勢したことで構想はさらに混迷化していく様相を呈してきました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。